はい、今日の動画は創作珍味メーカーの金徳さんからたくさん創作珍味を送っていただきました。ありがとうございます。もうね、酒飲みたちが大好きなものばっかです。早速商品を紹介していきます。こんなにたくさんの創作珍味を送っていただきました。イカ黄金、貝柱ウニ、数の子松前、タコわさび、クラゲウニ、紀州梅クラゲ、とびっこ、熟成粒ウニ、めちゃくちゃいい色してる、極粒イクラ、新物って書いてありました。そしてこちら、ウニとチーズを使ったおつまみ、ウニチー、これが一押しの商品みたいです。今日はこちらの贅沢な商品たちを食べながら飲んでいきたいと思います。見てください、痛風丼を作ってまいりました。ちょっと全種類は食べれないんだけど、自分なりにチョイスして持ってきてみました。見てこの輝き、マジ宝石なんだけど。ウニ貝柱、イクラ、イカ黄金、塩ウニ、とびっこ、タコワサと数の子もおつまみに持ってきました。では早速ビールと共に始めていきたいと思います。今日は日本酒も用意しました。私のいつもの決まりで、本当は海鮮を食べるときはプレモルのカオルエールが良かったんだけど、ちょっと今日手に入らなかったので普通のプレモルです。それでは皆さん、今日も一日お疲れ様です。乾杯。幸せすぎる。それでは早速いただきます。もうね、ここまで来ると本当に何から食べたらいいかわからないので、ひとまずタコワサ。すごい身がしっかりしてる。タコワサってお酒を覚えたての頃はめっちゃ居酒屋でも注文してたんだけど、最近あんま食べることなくて、でも久しぶりに食べたらやっぱ美味しい。数の子も行ってみます。ここ数年マジで私白米大好きで、昔は炭水化物太ると思って結構控えてたんだけど、最近は1回の食事につきご飯2杯は食べる。マジ白米好き。ウニのところ、味付けをしてあるものが多いので多分醤油はいらないんじゃないかなと。卵負傷した。卵が割れちゃったから、イクラの方にも。うわ、私こういうの一回やってみたかった。魚卵プラス卵、海鮮丼ではこうはいかないじゃん。卵乗ってないから。ちょっとえぐいです、絵面が。イクラの塩味と卵のまろやかさ合わさるとやばいね。最高すぎる。黄金イカ、歯切れがいいイカで、そこにプチプチの食感が加わって、マジ米進むんだけど。貝柱ウニ、ウニ貝柱だっけかな、何の貝柱なんだろう。
うまっ。意外と柔らかかった見た目より。でやっぱ貝柱だから噛むほどにうまみが出てくる。めっちゃうまい。ちょっとすくうのが大変なのでスプーンにしてみました。飛びっこの部分いってみよう。プチプチ。ずっとプチプチしてる。イクラとウニと貝柱と飛びっこ。今日はいくら白米があっても足りないラインナップ。この辺で日本酒タイムです。酒屋ビッグさんとの動画ではいつも日本酒ばっかり飲んでるけど、自分のチャンネルでは相当久しぶりだと思う。福島県喜多方市のお酒です。私の大好きな八重もん。本当は日本酒大好きなのよ、本当はね。でも日本酒飲むと結構ポンコツになっちゃうんだよね。まあ家だからいっか。乾杯。後味がめっちゃすっきり。結構辛口です。なんかね、この日本酒でしか味わえない余韻みたいのがすごい好きなのよ、私。タコワサ食べる。ウニチー食べてみましょう。日本酒とチーズも相性バッチリだからね。ウニとチーズの濃厚な香り。うまっ。すごい洋を感じる。食べた瞬間ピザとかパスタとかにしたい味。濃厚さが。このウニチーのおすすめアレンジも教えてくれました。どれも美味しそうだなって思ったんだけど、この一押しの海苔を試してみます。絶対うまいよ。だってうちでもやるもん。なんかプロセスチーズとかを海苔で挟んで食べるの。間違いないよ。今日もいろんなおつまみを知れて幸せだな。あと二口ぐらいで終わってしまいます。はい、ということで今回も本当に贅沢で幸せな宅飲み動画をお届けいたしました。今日食べた金徳さんの商品の購入ページは概要欄に載せておくので、
気になった方はぜひチェックしてみてください。今日も美味しいお酒と食べ物に感謝です。ごちそうさまでした。石焼きも、お芋。